パーシーは大きな駅の操車場で働いている。彼は冗談を言ったりするのが大好きだ。でも冗談の度が過ぎて時々問題を起こすことがある。今朝もパーシーは誰かをからかってみたのに仕方がなかった。急いでゴード、君の客車を引っ張ってきたよ。何？もう出発の時間か？嘘嘘、冗談だよ。パーシーは汚い貨車を見せながら出て行った。生意気なパーシーに今に見てろよ。次はジェームズの番。ジェームズ、今日は機関庫に残っているようにってトップハムハット卿が会いに来るらしいよ。そう、トップハムハット卿はきっとこの優秀な僕に特別列車を引かせるんだな。ジェームスは勝手にそう思い込み、機関士たちがいくら言っても動こうとしなかった。他の機関車たちはブツブツ文句を言った。ジェームスの分まで仕事をしなければならなかったからだ。とうとう監督官がやってきた。ジェームス、仕事をしろ。ここにいては困る。でもここにいるようにって今朝トップハムハット卿からの伝言があったんだ。そんなはずはない。トップハムハット卿はここ1週間留守なんだから。なんだって？パーシーのやつ騙したな。パーシーはどこだ？パーシーはとっくにどこかへ行ってしまっている。その後トップハムハット卿が帰ってきて、ジェームスとパーシーのトラブルを知り、もう二度とこのようなことのないようにと二人に厳しく言い渡した。しかし次の日もパーシーはそのおしゃべりを改めなかった。ねえねえみんな、これから僕はトーマスの連絡駅まで貨車を引いていくんだ。きっとトップハムハット卿が僕を役に立つ機関車だと思って特別に選んでくれたんだよ。トップハムハット卿はお前が邪魔でどっかにやりたいんだろ。ゴードンはジェームズに目くわせをした。パーシーを騙すつもりなのだ。今俺たちはちょうど連絡駅の信号のことを話してたんだ。信号には十分気をつけんとな。だがお前みたいに役に立つ機関車には言う必要もなかろう。パーシーは褒められたと思った。戻れの信号のことを話してたんだ。これは特に気をつけなきゃ。説明しようか？いや結構だよ、信号のことなら全部知ってるもん。でもパーシーは少し心配になった。戻れの信号って一体なんだろう。気にしない気にしない、なんとかなるさ。パーシーは煙をわざと貨車に吹きかけると少し気が晴れた。やがて信号のところに来た。やれやれ、止まれの信号だ。信号の腕着が上に上がった。これは進めの意味だ。でもパーシーはこんな信号は初めてだった。腕着が下を向いてるのは進め、横は止まれ、すると上はきっと戻れだ。そうか、戻れの信号ってこれか。パーシー、行くぞ。機関士が声をかけた。どう、待てパーシー、違う、戻っちゃいかん。騙されたんだよ。なんだ、ゴードンたちに見つからないうちに早く行こうっと。だがもう遅かった。ゴードンは何もかも見てしまった。その夜、大きな機関車たちはパーシーと信号の話に大笑いをした。パーシーはいつものおしゃべりもなく機関庫に入っていった。